まあ、カット半額あんまりやらなくても本当はいいんですけど、まあ、でも反応高かったんで真似した方がいい。昔はこのカットとドリップのセット、カットトリートメントだけでやってたんですよね。はい、まあ、それはそれでいいと思いますけど、ただあのこれは女性心理として半額なものを見てカットだけで行くなんて人はね、あのまずいない、まずいないです。まずいないですよね。せっかく半額になるのにカットだけなんていうのはまずいないですね。あとまあ今ちょうどいい機会なので消費税増税に合わせて金額もちょっと高く上げてもいいと思います。まあ、地域の数字があるのでちょっとわかんないですけど、で上げるときに注意点は、ぴったりにしないことです。あの 10% に上がるからって言って今6000円だったから6600円とかにしたりとかするんですけど、そうするともうねうさんくさいんですよね。ぴったりの数字ってねめちゃくちゃうさんくさくて、美容室だったら、やっぱり何百80円5980円とか細かいのを作ってあげた方が、無難です。あのまあ余談ですけど本当10円単位まで作った方がいいですね。これはで売り込みで、またおさらいなんですけど、売り込みは回数を増やせば増やすほど反応が高くなりそうです。なぜさっきの2500で12件来たやつは、おそらく今まだあと土日残した時点で問い合わせで、11件来てるので2500、2回目が、そう考えると多分15ぐらい来ると思うと2回目の方が反応上がってますよね。1週間多分ベストな期間は2週間だと思います。ただまあ1ヶ月でやってもいいです。結局金曜入れて土日新規ってことですよ、ね、これ 新規のみです。売り込みは新規以外やらないです。2週間2週間というか、まあ、3土日ですね。3土日来る感じなんですけど、これなんでかっていうとやっぱり、ね、ここ土日の人もいるけどなかなか予約入れてあげられないことが多いので、ここまでは数字見ると大体推移するのと同じぐらいの数字で、ただここ以降になると半分になります。うん、なんで、1ヶ月のね期限でやると大体こういうことになるんですけど、ここまでが2とすると1になります。でもこれも期限が長くしていることでここが少なくなるんじゃないかっていう考え方もあるわけですよね。多分当然なると思います。期限長くしてるから、そうするとそんなことで2週間出した方がいい。まあ、ただまあ最初は1ヶ月でもちろん出します。あのもったいないんで来るんで、ここが2だとしたら、ただまあ絶対数必要なくて反応の方が知りたいっていうのであれば、このこっちの期限で出すことがおすすめですね。どうしてもね締め切りが遠ければ忘れちゃうんですよね。なんで僕らの案内っていうのは必ず締め切り短くするんですけど、そうしないとね後になっちゃうとねもう忘れちゃうんで、他のことやっちゃうんで、